平野紫仕様、エルジャポン特別版で輝き、ルイ・ヴィトンコラボや海外挑戦の未来に注目、多彩な魅力とインスピレーションを提供。平野紫仕様、エルジャポンの魅力と未来への展望。日本のエンターテインメント界で輝く平野仕様さんが、女性ファッション誌、エルジャパン、エルジャポンの表紙を飾り、その特集が大きな話題となっています。 この記事では、平野紫洋さんの特別版に焦点を当て、その魅力や未来への展望について詳しく探ってみましょう。エルジャポンの特別版とは、まず、今回のエルジャパンの特別版についてご紹介しましょう。この特別版は、ハースト夫人が放社から発売され、その要約が殺到し、発売前に重版が決定したという驚異的な人気を誇っています。 そして、何と言っても特別なのは、平野紫陽さんが初めてこの紙面に登場したことです。その魅力的な魅力に迫るために、この特別版に焦点を当ててみましょう。ルイ・ヴィトンとのコラボレーション。平野紫陽さんは、この特別版の紙面で、ルイ・ヴィトンの最新コレクションを着こなしています。 これは多くのファッション愛好者にとって夢のようなコラボレーションであり、そのスタイリングやビジュアルは一大トピックとなりました。彼のファッションセンスとその魅力的な外見がファッション誌のページで際立っていることは言うまでもありません。平野紫耀の未来への展望。平野紫耀さんはインタビューで現在と今後の活動についても語っています。特に注目すべきは、 彼が海外での活動に挑戦したいという意欲です。日本国内でのコンサートは成功を収めていますが、会場で飛ぶようなコンサートはまだ日本でしかやったことがないので、海外でトライしてみたい。日本のエンターテインメントの良さをちょっとずつでも広げていきたいです、と語っています。 これは日本のエンターテインメントを世界に広めるための新たな挑戦として非常に興味深いものです。デジタルメディアでの魅力。また、この特別版にはスペシャル動画やアナザーインタビュー、撮影の舞台裏写真などデジタルメディアでも楽しむことができる要素が充実しています。これらのコンテンツは L デジタルおよび同士の公式 SNS で公開され、 ファンとのコミュニケーションを深める貴重な機会となっています。平野志洋さんのファッションと魅力はデジタルの世界でも存分に楽しむことができます。広瀬すずさんとの比較。同じ号では俳優の広瀬すずさんが通常版の表紙を飾っています。特別版と通常版を比較すると、 平野紫耀さんが登場する特集が通常版よりも増ページで掲載されていることがわかります。これは彼のファッションと魅力に対する注目度が高いことを示しています。また、両者の異なるスタイルや魅力を比較することで日本のエンターテインメント界の多様性を感じることができるでしょう。結論、平野紫耀、エルジャポン特別版の魅力と未来。 平野志耀さんが L ジャパンの特別版に登場したことは日本のエンターテインメント界において大きな話題となりました。その魅力的なファッションセンスや未来への展望はファンだけでなく多くの人々にインスピレーションを与えるものでしょう。今回の特別版は平野志耀さんのファッションと魅力を堪能するだけでなく彼の新たな挑戦にも注目する機会となりました。 これからも彼の活動に期待し、彼の成長と成功を見守っていきたいと思います。中期、この記事は平野志洋さんの特別版に焦点を当て、その魅力と未来への展望について紹介しました。彼のファッションセンスや意欲的な姿勢は多くの人々にと、でインスピレーションとなるでしょう。